レスリング柴田三條。はい、どうも柴田です。今日はね、あのハムハム TV について、ちょっとお話ししようと思います。ハムハム TV について、まあ、知らない人もいると思うんで、お話しすると、まあ、今絶賛炎上中の、動物虐待 YouTube チャンネルです。で、どんなことをやってるかっていうと、まあ、ハムスターをね、飼っててね、でハムスターの様子をね配信してるチャンネルなんだけども、まあただハムスターが寝てる姿とかをまあ映したりする動画もあれば、ハムスターを虐待しているところも配信しているのよ。で、どんな虐待をしてるかっていうと、犬用の毛を染める、まあカラーで青色に、犬の毛を青色に染めるカラーとかで、まあ、ハムスターにそれも全身に塗りたくって、目とかにも絶対入ってるぐらい塗りたくって、放置してみたいな。ので、ハムスターを真っ青に染めたりだとか、あとは激辛の柿の種をハムスターに食べさせて、のた打ち回ってるところを撮ったりとか、あともううんこしまくってるところを、まあ、撮ったりとか、っていう感じで、まあ、こう、ハムスターを虐待してるところを配信しているっていう。で、この、チャンネルの管理人は、まあ、炎上をしたら、まあ、もちろんそのビュー数が上がって、まあ、お金が入るじゃん。で、僕はこれを、ね、お金儲けのためにやってるって、自分で公言している、確信犯的な、動物虐待のやつです。はい。で、そいつの動画が、まあ、広まって、で、昨日、5月21日に、このチャンネルが、まあ、チャンネルごとバンされたっていう話ですね。はい。バンされたんですよ。はい。っていうことが YouTube でありました。まあね、これはもう、誰がどう見てもさ、ダメなことだしさ、まあね、ニュースで、人殺しのニュースが流れてさ、人殺しはいけないっていうのと同じぐらい、動物虐待はね、ダメでしょ、普通にダメだから、まあ、あえてこれについてね、ダメだとかね、どうのこうの言うのは、ちょっと、当たり前すぎてね、ちょっとアホみたいなんだけど、まあ、YouTube というシステムが生み出した怪物だよね、これはね。まあ、YouTube でお金が、入るから、こいつは、まあ、こういうことをやってんのか、まあ、ただ単にサイコパスで、YouTube でお金が入らなくても、虐待の動画をね、アップしちゃうようなやつなんか、まあ、どっちかわかんないけども、まあ、いずれにせよ、まあ、YouTube というシステムが生み出した、まあ、本当に、負の、遺産、負の怪物みたいなもんで、いやー、まあ、本当に、まあ、YouTube さんがね、割と早めにチャンネルバンしてくれて、あ、まあまあ良かったと思いました。はい、僕なんかもね、まあ炎上系って言われててね、まあ人を嫌な気持ちにさせたりとか、まあこう結構時には過激な、言動や行動で、まあ炎上を狙ったりするけれども、やっぱこう守らなきゃいけないラインはね、本当に守んなきゃいけないよね。まあ上ブログじゃないけどさ、本当にやっちゃいけないことはもう本当に自分で見極めて、ちゃんとストップしないと本当に大怪我しちゃうんで、はあ、いやね、気をつけなきゃって言って、気をつけなきゃっていうか、まあね、もちろん気をつけてるし、気をつけてなくても動物虐待はしないけど、いやなんかね、すごい嫌だ、嫌ですね、なんかね、こういうのあるとね。はい。ちなみに、この YouTube のシステムでバンされてもね、バンされる前までのね、収益ってね、入るんだよ。で、まあ、3年前ぐらいは入ったから、ちょっと今はどうかわかんないんだけど、基本的にその Google AdSense のシステムって、その YouTube の収益、バンされる前までのはね、入っちゃうんだよね。だから、ハムスターを虐待して得た、まあ、まあ、数万円ぐらいだろうけど、は、こいつに入ってるからさ、これ胸クソ悪いよね。これちょっと取り上げて、あと、なんかね、社会的にもちゃんと、罰してほしいなと、なんか、思うよね。はい。そんな感じで。まあ、すごい当たり前のことを言うようですけれども、皆さん、再生数が欲しいからといって、動物は虐待しないように、すぐ YouTube に消されますよ。何も意味ないんで。はい。今日はですね、まあ、柴田が、まあ、ハムハム TV っていう、
まあ、サイコパスなチャンネルが、まあ、ありまして、それがバンされたようですよっていう、まあ、そんなお話でした。はい、お疲れ様です。明日を切らずにいられない。